どうした、ライフセット。女を見かけで判断しちゃダメって言われたんだけど、僕どうしていいかわからないんだ。それは男の永遠のテーマだよな、アイゼン。ああ、女という生き物は実に厄介なものだ。息をするように嘘をつけるのが女、女の嘘を決して見抜けないのが男。わかる、わかるぜ。二人とも、とても辛い思い出があるみたいだね。刀で切られた傷よりも、女につけられた心の傷の方が治りが遅いのさ。そんなに？女の涙には気をつけろ。決して女には油断をするな。これだけは覚えておけ。女の涙には気をつけろ。油断するな。ちょっと、あんたたちライフセットに変なこと教えないでよね。真実だ。あんまり余計なことを吹き込むなら、あんたたちを喰らうから。おお、怖い怖い。剣士も海賊も女で苦労しとるようじゃの。ま、その面倒くささが女というものじゃよ。わしはお主らに強い同情と深い同情を感じるぞ。今のベルベットとマギルーをどう思った？ベルベットは六郎たちを食べたりしないし、マギルーに分かってもらえてる感じはしなかった。女を見かけで判断するなというのはそういうことだ。そしてお前はそれができているようだ。あ、うん、私は違いますからね。え、感情と関係なく涙を自在に操る女性はいますが、みんながそうではありませんし、私は嘘が嫌いです。アイゼンや六郎の出会った女性が極端だっただけです。エレノアは嘘が嫌いなんだね。え、はい。ライフセットが俺たちのようにならないように、お前が見本を示してやってくれ。言われなくてもそうさせていただきます。エレノアも見かけより気が強いよね。